皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の雑貨はですね、インプット、アウトプットっていう、そんな話をするんですけど、インプットだけじゃダメですよ。アウトプットしましょう。で、インプットするときに、アウトプットまで意識して、インプットしましょうとか、そんな話をね、聞くんですけども、私自身、そこのところに注力するかというと、まあ、その、アウトプットを意識してインプットするっていうところまでは、まあ、その通りだと思うんですけども、今ね、ネットの中もそうだし、まあ、本なんかもそうなんですけど、必ず、その、アウトプットをしましたって言ったら、それに対して答えが返ってくるわけですよ。フィードバック。なんで、結果的に、その、言いっぱなしとか、出しっぱなしみたいな、そういうことだけでは、まあ、不十分になってきてるというふうに思うわけなんで、ちゃんとその、フィードバックっていうところまで、ちゃんと受けないとというか、まあ、フィードバックを、ね、こう気にしてアウトプットするっていうのは、ちょっとあんまりよろしくはないんでしょうけど。ただ、フィードバックを必ず何かしらの形で受けることが多いので、とにかくそこのところって、きちんと自分の中で、こう、受け止めなきゃいけないということであったりとか、ある程度、その フィードバックっていうところを意識して、アウトプットもしないといけない。まあ、要は、言いっぱなしじゃダメですよ。出しっぱなしじゃダメですよ。そんなことじゃないかなというふうに思うわけなんです。なので、これからこう喋ろうとしている人がどういう人なのかとかっていうのが、きっとあるはずなので、まあ、その、言いっぱなし、出しっぱなしみたいな、そういう形でよろしいかというと、まあ、ちょっとそこは考えなきゃいけない。だから、こう、なんていうんですかね、誹謗中傷みたいに、なんかこう、なんでも、要は、自分の名前が特定できないとこから、こう、言いたい放題みたいな、そういうアウトプットって、じゃあ、果たして、いいアウトプットですかみたいな考え方をすると、ちょっとやっぱりおかしな話じゃないですかって、いうことだったりもするので、まあ、必ずね、相手側がいるということを考えて、アウトプットをしなきゃいけないし、で、そのフィードバックを、きちんとこう受けなきゃいけないっていう、そういうことまで意識した方がいいんじゃなかろうかなというふうに私は思います。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。